過去七仏とは、釈迦仏までに登場した七人の仏だを言う。古い順から、ひばカバネ仏シカバネステル仏飛ウ浮仏と求め孫仏ともな含む、無二仏、歌唱仏、釈迦無ニ仏の七仏、いわゆる過去仏信仰の代表的な例。仏教では、過去未来現在の三世にわたって、それぞれ千人ずつ仏が出現すると説かれているが、全三仏は、 過去総言根の先物のうち最後の三物、五四物は、現在健康の先物のうち最初の四物と言われる。仏教では、釈迦物が仏教という大宗教を成したのは単に釈迦一代のみの事業ではなく、過去において、すでに浄土を史上物した前世の苦毒が累積した結果であるとする。この考え方は相当古く、紀元前後に混流されたインドマディア・プラデーシュ州のバールフットのランダテに、 七仏作り樹の浮き彫りがある。また仏教では、一般的に、台場だったは、釈迦仏に遺廃死逆罪を犯した、大悪人とされている。しかし、北拳三蔵の仏国記などの記録から、後年における台場だった派の教団では、台場だったの遺訓を尊び、独自の戒律を定めて、釈迦を除く、過去の六仏を信仰していたことが明らかとなっている。このことから、 古代インドの釈迦財政の当時に、すでに過去に仏が出世したことがあるとする、過去仏信仰があったことが理解できる。過去七仏、右端は未来仏である魅力、アジャンター第十七くボーン、ビパーン、ともえ、ビパシー、ビバシ仏、ヒバチシカバネなどとも恩赦し、価値観、上官と分け、生を、氷や若で、陳所と訳す。過去九十一校、 人の寿命が八万四千歳の時、半島バーヒサゲ城に生まれる、クシャトリア出身、生は、コーリ若、父の半島バーサは、母は、半島バーヒサゲ、波原樹下にて上道した。三年に説法し初回に十六万八千人、第二回に十万人、三年に八万人を再度した。彼の中に、ケンタとヒサゲ社という二人の筆頭の弟子がいたという、ボン、シーキン、 ともえ、シーキー、四,季四季物、式、式、捨てるなどとも音社する。過去総合校に出現した先物のうちの第999物目で、人の寿命が7万歳の時、光少女に生まれる。クシャトリヤ出身、父を、民生、母を、光用という。分けた理事家に昇学し、3年に説法をし初回に10万人、2回に8万人、3年に7万人を再度したという。 ボン、ビスバブ風、トモエ、ベシブ風、ビシャフブツ、ヒシャフなどとも恩者、一切勝ち、一切うなどと分け、過去三十一項、人の寿命が六万歳の時、無友情に生まれる、クシャトリヤ出身、聖は、コーリや若、とう名は、前頭、母名は、紹介、一子を見ようくという、なおなな仏教では、父名を、ソハチラ帝等、母名を八らば合間しめ底、常名を、 アツトムハチマとあり、仏名業や七仏不母政事業にも、別の名称があり一致しない。バーラジュ下にて浄土をし、二階に説法し、初回に七万人、二階で六万人を再度したという。ボン、クラクコンダ、ともえ、国産ダ、クルソン仏、交流孫、カラバトソンダなどとも御社し、常受微妙、いただきケツなどと訳す。現在健康における先物の初めの仏とされる。 人の寿命が4万歳の時、安ん城に生まれる。七仏教では、健康の第六校に出世、増一阿言教官四十五には、神授が5万歳の時に出世したとあり、一致しない。バラモン出身。聖は歌唱、唐名を霊読、母名を吉江という、屍りネリにて浄土をし、第一回の説法において4万人の美空を教え、下したという、北拳は、社影上より、 東北に行くこと十二湯述べにして、なひとぎという一湯があり、そこがこのふっつの生まれた場所であり、また初涅反した場所で、皆が、帰祷した、と北見伝に述べている。また現状も大東西行き来の巻六、高平抜卒と国に、城の南に行くこと五十四里にして国城に至ると、外場があり、このふっつが、本生まれた場所で、その南から遠くない場所にまた外場があり、 そこが悟りを得て、父に見えた場所で、その外場にはこのふつのシャリがあり、前に三十4弱の石柱が立ち、上に、死死の像が刻まれ、その傍らに、彼の入弱の模様が記されてあったが、これは、無有王が混流したものであった、と伝えている。ボン、カナカムニ、トムエ、コンネガーマナ、クナゴンムニブツ、カナトギムニ、コーナフクムムニなどとも音赦し、金千人、 金尺城などと訳す。健康生物の第二物。神事が4万歳の時に出世した。弟子は7万人いたという。バラモン出身で、聖お歌唱及び、バーラだと言った。父名を、マリアパチタ、母名を打つたらという。名前の友な含むは、金、無には、千人のことで、彼の身は金色だったゆえにこの名がついた。カラスグモリバーラ、ダムバラ樹花において浄土し、 第一回の説法をもって三万のビッグが荒勘化を得たという。この仏は、現在の健康中において出世したため、多くの遺跡があったと伝える。北権殿には、社営城より、東南に十二湯のべ岩くとともとめ孫仏の生まれた、なひとぎで、そこからまた北に一湯のべ見たずして一湯あり、ここがとな含む無二仏が生まれたところで、ここからまた東に一湯へ見行くと、釈迦仏が生まれた。 カピラ城があったと伝えている。また、現状の再一機にも、ともとめ孫ふつと同様に、このふつの車両を収めた二十四弱の外場の記述がある。ボン、ケイスヤパ、トモエ、カッサパ、カショウブツ、カ物、ョウハなどとおにしゃし、インコウと訳す。人の寿命が二万歳の時に出世した、バラモン出身。生は同じくョウ。父名をソヨギトク、母ザイシュといい、公衆軍優。 旧非王の涙夏に生まれた、二公立立家において浄道、第一回の説法において弟子二万人を再度したという。涅槃行では、横島ナビック州から、里氏とクビックを守ったウトク王の説話があるが、この里氏とクビックが、歌唱仏になったと説かれている。詳細は、釈迦如来を参照か粉の仏は、長阿本教中の大本教や仏見行、広司行などの中に見え、 単独の経典としては、七仏教、日橋かばね仏教、七仏不母性授業などがある。パーリ語仏典では、大本教が対応する。一方、仏上行では、年頭仏からおくるみまでの25仏を列挙し、さらに、年頭仏以前に産仏があったことを述べる。ありがとうございます。